ザ・キタノニューヨークで22日に行われたジャズ・アット・キタノのリニューアルオープニングパーティーには、ホテルにゆかりのあるジャズアーティストやジャズ専門の地元ラジオ局の DJ をはじめ、常連のお客さんら150人が訪れ、4組のジャズバンドが生演奏を披露しました。これまではバーラウンジでジャズライブを行ってきましたが、今回のリニューアルにあたり、温かみのあるモダンなデザインをコンセプトに、より広い会場でより多くの人が気楽にジャズと料理を一緒に楽しめるように、レストランの一部を改装したそうです。広いスペースで美味しい食事を食べて気軽にジャズを聴けるところができないかというのを非常に今回考えました。ジャズの本場ニューヨークで2000年からジャズの生演奏が楽しめるライブイベントを開催。今年1月にはジャズ専門誌にニューヨークで最も優秀なジャズクラブの一つに選ばれたバーラウンジが場所を変えて生まれ変わりました。この日演奏したミュージシャンや招待客も思い思いに楽しんでいる様子でした。キタノ had its own characters, relaxed, special warm feeling that you don't always get in New York jazz clubs. Jazz is a very American cultural activity. It's magnificent that the Kitano is really combining New York and Japan.